基本的にはチップは気持ちでいいと思います。相場もなくてアメリカみたいにチップの文化ではないので必ず払わなければいけないっていうこともないですね。50ペソとか100ペソ、まあ、200円300円ぐらい払えばいいのかなと。まあ、安全なのかっていうのは場所によるんですけども、ローカルエリアで、ホテルを取らないことですよね。やっぱり観光地、あの外国人の多い場所っていうのを選ぶのがいいかなと思います。で、日本人でも大丈夫かっていうのはそういう場所を選べばちゃんと、安心して泊まれるってところですね。まあ、高級ホテルでいうと、シャングリラとかペニンシュラとかマカティにあるんですけども、この辺はおすすめかなと思います。一泊1万円ぐらいから、あの5つ星ホテルにして安く泊まれるのがフィリピンいいところですね。ラブホテルなんですけども、日本みたいなラブホテル、いわゆるカップルホテルっていうのはなくて、逆にビジネスチャンスかな、始めるならビジネスチャンスかなと思うんですけども、こういうのはなくて、結構家族で泊まってたりしますね。あのカップルが泊まるホテルでも、まあ、日本との違いは汚いところですね。あとアパートは、まあ、家賃いくらかっていう